そうですね、本当に小さな頃から金メダルを取りたいっていう目標を掲げながら柔道をやってきたので、本当一つの目標が叶ってすごく嬉しいです。そうですね、本当に夢の舞台、今こう試合を思い返しても夢の舞台だったので、まあ自分の人生で一生忘れられない一日になったなと思います。やっぱりすごく研究されてくると思ってたので、粘り強く戦うっていうことを、我慢強く戦うっていうことを意識しながら日々練習に取り組んでいて、やっぱり決勝戦でなかなか何回もやっぱり戦ってる相手だったので、自分のことも理解してるし相手のことも理解してるので、思うように組手ができなかったり、組んだらすぐ相手がかけてきたりっていう、本当に我慢の部分が続いたんですけど、しっかり兄にいいバトンをつなげれるようにっていう風に考えながら決勝を挑みました。そうですね、表彰式待ってるところで兄が来てくれて、まあ、抱き合っておめでとうっていう風に言い合いましたね。その一言だと思います。ねえ嘘だこれは現実じゃない、遠く見えるような逃げない。そうですね、その2019年負けた時はすごく自分が舞い上がっていたような感覚だったんですけど、今回はそういう感覚はなく、本当に自分のやるべきことに集中できたので、本当にあそこで、あの時はすごく悔しくて、悔しかったんですけど、今思えばあの負けがあったから良かったなっていうふうに思えるようになりました。苦しい時は本当に苦しくて辛いんですけど、やっぱり喜びの方が上回るので、本当に頑張ってきてよかったなっていうふうに思いました。そうですね、どんな柔道界、まあ、まだ私が言える立場ではないんですけど、やっぱりチーム一丸となって日本の柔道っていうのをしっかり世界に広めていく、まあ、どんな相手が来ても対応できるんだぞっていう強さを広めていくことが今の、まあ、これからの日本柔道には大切なんじゃないかなっていうふうに。東京オリンピック優勝して、本当にパリオリンピックで2連覇したいっていう覚悟がしっかり決まったので、パリオリンピックに向けてさらに進化できるように、まあ、ここからがスタートなので突っ走っていきたいなと思います。より一層勝つことが厳しくなってくるので、まあ、こう苦しい戦いでしかないと思うんですけど、そこを乗り越えないと、まあ、2連覇はないと思うので、研究されてきてもその上を行くような柔道をしたいと思います。皆さん本当に応援ありがとうございました。皆さんの応援のおかげで東京オリンピックで金メダルを獲得することができました。これからも金メダリストとして日々努力していきます。応援よろしくお願いします。